ヨシアの丘ですね。ヨシアの丘。そうですわね。あまり聞くことのない名前ですものね。ごめんなさい。私も存じ上げないのです。ここに来ても何年にもなるんですけど。あ、そうそう。宿帳をつけておいてくださいね。念のために。さて、どうします？これから。わかりました。では、暗くならないうちにお帰りになってくださいね。夕飯のご用意をしておりますので。お気をつけて、行ってらっしゃいませ。露天風呂はどこにあるのか教えてくんない？ねえ、彼氏、ちょっと教えてくれてもいいじゃない。お風呂よ。お風呂はどこなの？そう、ありがとう。だからいいのよ。ごめんね、マリちゃん。心配しないでいいわよ。男はコリゴリだから。よかった、エツコさん。さあ、きれいに洗いっこしましょうね。
か、ねえ、この人誰だ？椎名涼です。よかは弾み、よろしくな。涼、これ借りてた CD ありがとう。うん、もうバイト行かなきゃだから。うん、また明日ね。頑張ってな。要はあそこでバイトしてるんだよ。届け物があるからさ、一緒に行くよ。いや、そう言ってもらえるのはありがたいけど、これは俺の仕事だから自分で運ぶよ。運送屋なんだ。自分で担当した荷物は責任持って最後まで面倒見なきゃ親父にどやされる。別に当たり前のことだろ。私も初見は偉いと思うの。よせよ、恥ずかしいな。もうお食事をお部屋にお持ちいたしますね。あらあら、これはお支度を急がないといけませんね。もう少しだけお待ちくださいね、守さん。その口の聞き方は申し訳ありません、守さん。一人っ子だからって
甘やかしすぎちゃったみたいで。すみません。でもそう言っていただけると嬉しいですわ。若い方はたくさん召し上がってくださるからおもてなしのしがいがありますわ。それでは失礼します。後でお布団を敷きに参りますね。この辺りには神様がいたんだって。その神様は沼に住んでいて、荒ぶる神と呼ばれてるとっても怖い神様だったんだって。神様っていうか妖怪みたいな感じで恐れられてたっていうか、その神様、シーボっていう名前なんだけど、シーボがヨシアっていう村娘のことを好きになっちゃったわけ。それでシーボは神通力で旅人の姿に変身して
ヨシアと恋仲になるの。しばらくは幸せに暮らしてんだけど、ある日シーボの正体が村人にバレちゃったんだよね。それでヨシアは化け物と通じた娘とか言われて村の人に殺されちゃって、それで怒ったシーボが元の姿に戻って三日三晩かけて村を破壊し尽くしちゃうの。怖くなった村人はシーボとヨシアの魂を神様として祀ることでその怒りを鎮めたっていうお話。お母さんが？あ、そっか。あのね、お母さんが
この辺じゃちょっと見かけないいい男ね。あなたも何か願い事があってここに来たの？あら、違うのね。まあいいわ。私はカメ子。この辺じゃガメ子って言えばちょっとは有名なのよ。